DDBJ パイプラインによる、高速シーケンスデータの、解析ということで、国立遺伝学研究所大量遺伝情報研究室の長崎と望月でお話しいたします。まず私たちは、その、遺伝研大量遺伝情報研究室から参りました。この、遺伝研大、国立遺伝学研究所というのは、静岡県、三島市の、にありまして、まあ、ちょうどあの写真で見えますように天気がいいと、まあ、富士山が見えるようなところであります。でその、矢印を引っ張ってある建物が、生命情報研究センターという建物で、私どもはここに詰めております。でこちらの2階に、いわゆる DNA データバンクオブ、ジャパン、通称 DDBJ というものがありまして、欧州 EBI と、米国 NCBI と、まあ、連携を持ちして、DDBJ エンブル、ジェンバンク国立、塩基配列データベースというものを、構築しております。この、DDBJ なんですが、皆様からご登録いただきました、例えばゲノムや、塩基配列 EST 塩基配列等を、まああの登録、公開するといったあの主に、業務に近い内容が非常に多いんですが、私たちは、まあ、その DDBJ と、まあ、連携を取りまして、その、塩基配列登録、を、支援する、システムを作ったりとか、あと、登録のデータを、まあ、活用するような、システム作りを目指している。あとさらに、共同、研究先から、届きます、高速シーケンスデータ、配列のシーケンサーによる、まあ、配列データ、これの情報解析等を行っておりまして、若干、研究開発寄りの、仕事をしてまいっております。で、その、高速シーケンサー、最近は、まあ、次世代シーケンサー、とも、言われているシーケンサーなんですが、そもそも、それらのシーケンサーが、登場する前に、まあ、1970年代、80年代ぐらいから、DNA シーケンサーという機械の、まあ、歴史は始まっております。で、1977年にまずあの三眼法というのが、手法が発表されまして、その後に、83年に、PCR 法というものが開発されています。その、メソッドを、受け継ぎまして、ABI の、370というのが、1987年に、1998年には ABI の3700という、シーケンサーが発表されております。これらのシーケンサーというのは、まああの実験的に、シーケンス反応後に、まあ、電気道で、まあ、こう標識した塩基を、まあ、検出していくという方法でして、従来からもうあの第一世代と、言われているようなシーケンサーです。その前後に、その後の、454のタイダニウム等が、まあ、活用しておりますので、パイロシーケンス法というのが、まあ開発されておりまして、それが、2005年の、454社、GS20 という形で、発売されております。でそれに、2007年には、イルミナの、ソレクサや、ABI のソリッド等が発売されまして、これらは、第2世代、逐次、そのシーケンス反応も、行いながら、光検出を用いて、まあ、超並列でシーケンシングを行うという。この辺から、爆発的に、解析、量が増えていきまして、次世代シーケンサー、または高速シーケンサーと言われるようなシーケンサーになってまいりました。さらに、2011年には、パックバイオ、これは一分子をリアルタイムでシーケンスしたりとか、あと、2012年にはイオントレントという、まあまたさらに第4世代と言われるようなシーケンサーが発表されておりまして、多孔質粒子ナノパを用いたりだとか、あるいは光検出以外の方法によるポストライトシーケンシングと言われるような方法が主に捉えております。でここのシーケンサーの
機の、実際メカニズムについては、あまり具体的には今回、触れませんが、例えば YouTube などで、もそのシーケンスの方法というのは、公開されておりまして、例えば、このようにクリックしますと、どうかな、あ、違う、あ、失礼しました。どうだ、ちょっとリンク先が、外れてしまいました。一応、YouTube で見えるという、形になっております。で、これらの、シーケンサーですが、まあ現在、代表的なものとしまして、リミナ社のハイセック2000と言われるもの、さらに、ロシア社の GSFX、さらにライフテクノロジー社の、ソリッドと、言われるものがあるんですが、これらの、シーケンサー、大体、50ベースから、100ベース、400、600ベースぐらいを一度、個々のリードとして排出しまして、それらが、ワンランあたり、0.5 ギガから600ギガベースあたりの相当の配列を排出するという形になっております。で、従来ですと、例えば、第一世代の ABI3700 だと、大体600ベースぐらい読めたんですが、それより若干短めとなっております。もともとは30ベースぐらいから始まったりするんですが、だんだん長くなっていたという形を示しておりまして、で図にありますような、吹き出しの中にゴニャゴニャと書いてあるのが、例えばそのハイセック2000の、出力データとなっております。これはファーストキューフォーマットというものでして、まず配列のその、座標、名前なんですけど、それと塩基配列、ここに載せているのは100ベ、93ベース相当なんですが、それと、さらに、同じく名前が入っておりまして、その下に、それぞれの塩基のいわゆるクオリティを表す、合っているかどうかを表す、指標となっているのが、値が、ASCII コードという、コードで書いてあります。これで4行1セットになっておりまして、それが次々にこう出てくるという形になっております。で、これらの配列、例えば、1リードあたり100ベースという非常に短いんですが、ゲノムで言えば、数メガベース、あと、数メガから数ギガ、のオーダーになるんですが、遺伝子ですと、例えば数キロ、10キロぐらいになっていると思います。それに比べたらこの100ベースというのは非常に短い値なんですが、これらの、短い配列を、それらの、ゲノムや、遺伝子の配列に、こう合わせていきまして、このように、見えますかね。上が、ゲノムの配列でして、下に個々の、一本一本が、それぞれの高速シーケンサーの結果を表してて、これは、後ほどちょっと実習でやってもらいます、シュードモナスの配列を、同じくシュードモナスの GC3000 という、菌種に、マッピングという手法で、それぞれ位置決めをしているものなんですが、そのような形でこう並べていくというような形になっております。で、これらの中で、例えば、これはまだ合ってる方なんですけど、これ横になっているのがずっと並んでて、ところどころ違っているところが出てくると。そういったところが、いわゆる、その、レファレンスのとなっている配列と、あるかな、結構ぴったり似てますね。そういった、配列と、いわゆる、参照している配列と、ここの、リードの元になっている、金株との違いということで、いわゆる多形となって現れるところだと、
なっております。でこのような形で、いわゆるシークエンスのデータは、従来もう完成されております、配列に対して、ポジション決めを、していって並べてその違いを見ていく、あるいは、丸消しそういった、ヒントを与えないで、配列を数珠だけに並べていく、まあ、それぞれマッピングや、デノボアセンブルと言われている方法なんですが、そういった形で、利用されていっています。で、あ、そうだ、従来の、いわゆる第一世代の、ABI3700 ですと、だいたいワンランあたり、57.6kg、でして、数が出てくる。それに対して、まあ、新しいシーケンサー、これだいたい600ギガぐらいなので、要するに、ワンランあたりで配置される量がもう全然桁違いに、なっております。まあ、実際は、こうした、高速シーケンサーといわれる類は、1週間から10日ぐらいほとんど、まあ、動きっぱなしになっているので、実際は、まあ、それより、割合としては若干少なくなるんですが、それでも全然桁違いの、データ量を排出するということになっておりまして、こうした、高速シーケンサーの、データの排出量というのは何につながるかというと、まあ、1ベースあたりの、単価、1ベースあたりの、にかかる、解析のコストというのはもう爆発的に、安くなっていることを、表しています。でこちらの、図になっているのは横が、ちょうど、それぞれの年代に対してかかっているシーケンサーの、コストというのを、シーケンシングにかかっているコストというのを表している、図なんですが、ちょうど、新型の、高速シーケンサーが利用される頃から、ガクンと、単価が下がっている。これというのはムーアの法則といって、まあ、コンピューターハードウェアの性能の進化を表す、有名な法則があるんですが、それだと、まあ、集積回路上の、まあ、トランジスタの数は、まあ、18ヶ月とか、まあ、2年ぐらいで、倍になると、それだけ、まあ、単価はどんどん下がっていくところを表しているんですが、それよりもかなり、低い、下がり方、急激な下がり方を、比べてみましても急激な下がり方を、まあ、しております。でそうした、コスト安がどういうことにつながるかというと、まあ、より、スケールの大きな、オーム解析、オーム解析というのは例えばゲノムだとかプロテオームだとか、そういったいわゆる、その生物全体とか網羅的なという言葉 を表しているんですが、そのオーム解析においても、例えば、日本人、韓国人、中国人といった、まあ、国別の、まあ、個人ゲノムの解析、それぞれで、まあ、一ゲノム、仕上げるだけでも結構な労力がかかったんですが、それだけじゃなくてもっと個人のゲノムを仕上げていく、解析に走っていったりとか、あるいは、パンダや、ヤクといった、大型の動物を、もうデノボで今度つないでいこうという、従来だと、まあ、主にバクテリアを、まあ、ゲノムでアッセンブルするといった話はよく聞いたんですけど、それだけじゃなくて、そういった、配列の量が多くなるということで、まあ、こういった大型の、動物のゲノムというのも、解読していこう、解読解析していこうという動きになっていく。まあ、必ずしもなんか従来のバックを並べていってつないでいってっていう方法に比べたら、まあ、すごい仕上がり方は荒いんですけど、こういった、まあ、読めるところだけでも読んでいこうという方法であったりとか、あるいは、土壌や腸内だと、まあ、次々と、まあ、環境のメタゲノムとして、まあ、発表されていく。さらには、まあ、大学の一研究室で、まあ、ゲノムの解析、あるいは、まあ、エキソームといった、まあ、配列自体は、まあ、外部に外注したりとか、あるいは共同研究先に頼んだりするパターンが多いんですが、そういった形で、個々の、研究室で、まあ、そういった大物の解析を始めたりとかしている場合があります。こういった話は、まあ、もちろん、
NCBI のパブメドで論文を検索しても可能なんですが、ポーのシーケンサーのサイトにおいても参照することが可能となっております。そうした、まあ、大量の、配列、まあ、ハイセクで、まあ、大体ワンナーあたり600ギガと言ったんですが、これというのは、もう、現在の、パソコン、まあ、こちらに載せておりますのは主にマッキントッシュ系のパソコンが多いんですが、こちらは、まあ、上筋の機械の、ハードディスク、500ギガ1だとありますが、ほとんどもうこういった、パソコンのハードディスクでは入らないという形にもうなってきておりまして、ではじゃあ外付けハードディスクではどうなのかと、見てみますと、まあ、600ギガに対して、6テラですから10倍、20倍、30倍とい、った量が、回数分は入るんですけど、まあ、それなりの、34万8千円という、まあ、かなり高額、ディスクでは高額な、ものが、請求されるような形となっております。こうした、まあ、大量の配列とともに、さらにこれらの莫大なデータ量をこなす計算機が不足している。さらに解析に必要なための人員が今度どんどん不足しているといった問題が、まあ、高速シーケンサーの登場によって、出てきました。で、我々、遺伝研や、その DDBJ 等にとりましてこの高速シーケンサーの配列の、諸問題に対して、対応して、コミュニティに協力しようと考えております。で、まず、対応のデータのデータ保管場所の確保としましては、先ほども、お話があります、川本さんよりお話がありました、DDBJ、シークエンスリードア、アーカイブ、略して DRA というんですが、こういった、ものを NCBI、および、EBI、DDBJ 共同で、作っておりまして、この3カ所で、まあ、連携してデータを共有するという形の、まあ、データベースを、作っております。さらにこの、DRA の、についてちょっと説明させていただきますと、こちらの、サブミッションのところから、まあ、DWAY というところを、タブを、クリックしますと、まあ、こうした、高速シーケンサーの登録システムを、登録する、サイトに、リンクを貼ったりとか、あるいは、このような、それらの既に登録されている、シーケンサーの、シークエンスデータの、検索も可能となっております。で、こうした、個々のシークエンスの、配列データも実際どれくらい役に立つのか分からないんですが、まあまあ、ざっくりその配列の攻撃がどんなものかというのを、まあ、目で見ることも、可能となっております。で、こうした、DRA に登録されているデータ、これは、午前中、鴨本さんが、お話しになりました、SRA の JBCLS の、サイトを元に、作ったものなんですが、まず、右側を見ますと、大体、登録されているデータ、イルミナのデータが大体、イルミナ由来のものが大体、50% 近く、残りは、454、その他というふうになっておりまして、さらに、どういった、配列が登録されているかといいますと、基本的にはホールゲノムショットガンの配列が多かったり、その後、トランスクリプトム、メタゲノムという形で、続いていっております。で、その登録されているデータなんですが、そういう横軸に、その、四半期ごとの、で、振りまして、そのデータの登録量をこう見てみる。さらにその、DRA、ERA、SRA とそれぞれ、日本とヨーロッパと、アメリカでの、どこから登録されているかを表したのが、こちらのグラフでして、
水色の、いわゆる全バンク、由来のものが、まあ、かなりの量を占めてる。これっていうのはなんかの、千人ゲノムとかいった大型の、ゲノムプロジェクトの成果がこちらが登録されているのが、大体全体の半分ぐらいを占めているんですが、それにしても、上の、オレンジ色の DRA 由来のデータというのはまだ少ないと。こういった、ことに対しても、我々は、貢献し、我々の方でもこういった、データを増やす貢献をしなくちゃいけないではないかと、考えておりました。で、さらに、計算機不足、解析するための計算機不足としましては、我々としましては、NIG のスパコンシステムというのを構築しまして、広く一般からも、利用者を、募集しております。で最新鋭の CPU を搭載した350台余りのクラスターマシンで、まあ、あの10キロバイトのメモリを搭載するマシン、さらに5ペタバイトの大規模の記憶装置を持っている装置、さらにそれらのCPU、メモリ用途に合わせて、3つの、ノードを構成させておりまして、こちらの方からその詳細は、見ることが可能となっております。しかしながらこうした、スパコンのシステム、まあ、アカウント登録は、日本にいる方でしたら、まあ、無料で、簡単にできるんですが、やはり、コマンドラインでのアクセス、であったりだとかデータの規模や使用メモリ等で、まあ計算機能をどのようで、実行させればいけないのかといった、まあ、選択のなどに今運用、若干のコツが必要だということで、なかなか若干、一般の研究者に敷居がちょっと高いということでして、我々としましては、さらにそういった、解析の人員不足も含めまして、こういった問題を解消するために、DDBJ リードアノテーションパイプライン、略して DDBJ パイプラインというものを、まあ、構築したという、経緯があります。で、こちらの DDBJ パイプラインなんですけど、DDBJ の、まあ、DDBJ と言いますか、まあ、遺伝圏の、計算機で、まあ、分散処理を実行しまして、高速シーケンスの、シーケンサーのデータを解析するクラウド型のパイプラインとなっております。でオンラインで、まあ、利用可能となっておりまして、さらに、こちらの、パイプライン、主に、高速シーケンサーデータの、利用として、まず一番最初に負荷がかかりますそのマッピングと、デノボのアッセンブルを行います、基礎解析部と、さらに、さらにその出てきた配列を受けまして、構造機能のアノテーションを行う工事解析部によって構成されております。で先ほど話しましたクラウド解析型といったそのクラウドとは何なのかという話なんですが、このクラウドコンピューティングというのは平たく言えば、いわゆるインターネットを用いた、ネットワークでの、まあ、サービスのことを表しております。主に、まあ、コンピューターの分散処理なんかも、含めて語られることが多いんですが、そもそもアメリカではインターネットというと、このように図にありますように雲状の、形で表現されるという、ことがありまして、まあ、インターネットというクラウドという言われ方が、されております。まああの雲の向こうの見知らぬ誰かがあなたのためになんかちょっと働いてくれるといったようなイメージだと分かりやすいかもしれません。でその、NIG の、スパコンのシステムなんですが、こちら、それぞれ、マッピングのノード、計算機のノード、その一部を使った形となっております。ちょっと細かいので、送らせてもらった資料等で確認してください。で、まず、こちらの、基礎解析部の方なんですが、ニグノスパコンに、まあ、移植され、サービスが、再開されました。で、これらの、基礎解析部において、10種類の、マッピングとアッセンブルのソフトに、まあ、対応しております。
それらの、現在の、人を並べておりまして、まあ、あのブラッドと言われる、従来の高速シーケンサーが登場する前からありますアライメントソフトから始まりまして、代表的には、まあ、例えば BWA、 さらに発言解析ところによく使われております棒体トップハットと言われるものや、あるいはアッセンブルに、使用されますソープでもよくあの人や、こちらあのメイジングジェノムインスティチュートというところで開発されました、まあ、主にあのパンダとの大型ゲームのアッセンブルによく、使用されて、まあ、有名になったツール、さらに、まあ、アビス、さらに EBI の方で開発されました結構初期から、ありますベルベット、あるいは、発言データの、アッセンブラーであります、まあ、トリニティといったものに、まあ、対応しております。でこれらの、詳細につきましては、実験医学増刊号、あるいは、DDBJ、メールマガジン、こちらバックナンバーは DDBJ のサイトからご覧いただきますので、ナンバー65をご確認ください。で、次に、公開配列データの活用が容易ということで、公開データ、すでに、まあ、DRA 等に、登録されておりますデータを呼び出して、こちらのパイプラインで実行することも可能となっておりまして、例えば、自分が、スニップデータ、手元のデータとしてスニップデータを持っている。これに対して、まあ例えば NCBI の DB スニップで登録されている、スニップの情報、これはまあゲノムのバージョンが古かったりとか自分たちで使っているツールが、変わっていたりとか、そういった問題がまああるかもしれません。そういった時はまあシークエンスのデータを呼び出して、自分たちの、好きなツールで、まあ再解析を行った方が、まあ、自分たちのデータと比較するという意味では早かったりする場合があります。そういった場合に、まあ、使えるということで、さらに、まあ、従来ですと、まあ、DRA のような、配列データをそのまま登録しても何の意味に役に立つのか、まあ、インフォマティクスの人しか役に立たないんじゃないかと、言われていることも多かったんですが、こういった形で、一般の研究者が利用する形になっていると考えております。さらに、それぞれのマッピングやアッセンブルの、ジョブの、ステータスを実行、まあ、確認することが可能となっておりまして、マッピング、アッセンブル、それぞれ、インテルの G4 の 2.6×、2.6GB、16コア×352 ノードの、クラスター、さらにアッセンブルによっては、G4 の 2.66GB の768の、コアの、マシンで動いております。では1回のランでこれ全部動くわけではなくて、それぞれ、マッピングでは1ノード、アッセンブルでは8の、ノードぐらい、あ、16、え、8ノードを使ってるのかな、実行してるんですが、まあ、こういった、クラスターで、動いていると。さらに、解析終了時には、メールで通知するような形をとっております。さらに、個々の、解析ツールの後を、まあ、サムツールといわれる、ツールを使いまして共通フォーマットで出力しております。で、次に、基礎、解析部の結果を受けまして、工事の、アノテーション等を行う、工事解析部についてお話しいたします。こちらは、現在、基礎部に引き続いて、2部のスパコに移植中でして、9月に、まあ、サービスを再開する予定です。一応サイト自体は、まだ生きているんですが、そのデータの連携がうまく取れていないということで、まだ、ちょっと使用にはお待ちいただく形になっております。こちらの、工事解析部なんですが、いわゆるウェブアプリケーションの、Galaxy というものを使いまして、多様な構造機能のアノテーションに、まあ、対応しているというのと、基礎解析部のデータファイルを、まあ、活用して、まあ、さらなる、情報の、解析を行うという形にとっております。でどういったことが、まあ、できるのかといいますと、その、基礎マッピングを行ったデータから、スニップの、ゲーム上の分布の表示を行ったりですとか、発言解析、こちらは、まあ
RNA-seq、カフリンクスを実行した後に、まあ、UCSC のゲノムブラウザーのサイトで、まあ、このような可視化を行う。さらに、まあ、チップセックにおいては、MAX などによる、DNA 結合タンパク質の結合部位、候補の予測の同定を、候補の同定を行うことが可能となっております。さらに、高速追検査の、デノバアセンブルの結果、こちらは、まあ、主にファスターで返ってくるんですが、こちらに対して、まあ、配列を、フィルター、短い配列を除いて、そこに遺伝子予測プログラムのジンスカイやジェンマーク HMM を実行したり、その上でそれらの配列の機能を推定するという上で、まあ、ユニプロット KB スイスプロットの、や、まあ、NR に対して、まあ、ブラスト P を実行することが、まあ、可能となっております。で、ここまで話していただきまして、写真なんですが、大量遺伝情報研究室の、方々、さらに DDBJ の方々、さらに、本研究は、文部科学省、科学研究費、新学術領域研究、生命科学系3分野支援活動ゲノム支援および、科学研究費基盤 C の支援を受けて行っております。また、一部の、2部のスパコンの移植により、まあ、一部まだ後遺症のような形で、サービスが停止一部しておりますが、まあ、ご迷惑をおかけして申し訳ございません。以上の形になっております。